ご飯が炊けました。ご飯が炊けました。まあ、あの食べるだけですね。いや、食べるだけいきますよ。じゃ、納豆ですよ。こう納豆と豚汁ってやばないですか。ちょっとワクワクしてきましたね。さらにネギ付き、納豆にネギ付きですよ。贅沢。よし、ちょっとよし、これで。いや、納豆ネギ入れるといいっすよ。納豆にネギを入れると、もう格段にうまくなりますね。格段に。あの、いきなり神レベルになります。やっぱ納豆って僕思うんですけど、安いし、うまいし、健康にいいし、最強じゃないですか。で、めちゃめちゃそのご飯進むじゃないですか。ご飯がやたら進みますよね。多分納豆あれば僕ご飯2杯3杯いけますじゃ、納豆ご飯やばくないですか。じゃあ、ザ納豆。米粒大事ですから。うまい。じゃあちょっといただきましょうか。ちょっとアングルを変えて、いつものアングルをこっちに持ってきて、よいしょ。あ、これ映んねえな。これ映んないですね。ここちょっと近すぎだな。ということは、こうして、こうすればいいのか。こうして、こうして。
人参が隣にあるというね。オブジェ、オブジェ。いや、これもう最高じゃないですか、これ。ちょっとこれ、これね、やばいっすよ、これ。このセットは、マジで神っすね。どうよ、これ。4K ですから、これ 4K。 これ 4K でこの米粒見たらどうなんだろうな。結構輝いてますよね、これね。納豆、いやー、これは最強ですよ。これはね、至福の時ですよ、ね、至福の時でございます。いやー、あー、いやー、この納豆をご飯にかけて口の中に入れて、もうよだれが出てきた。よだれが出てきた。これね、納豆嫌いな人いると思うんですけど、納豆うまいですよ。この納豆大事。で、この納豆をかけてたらふくご飯食べるじゃないですか。そしたらもう寝るんですよ。じゃあもう寝る。もう最高ですね。もう納豆菌をもう最善に生かすっていう、ね、胃の中に納豆菌を入れたら納豆菌頑張ってねみたいな。どうすかこれ。おお、 4K 納豆ご飯。これ 4K 納豆ご飯僕初めてじゃないですか、多分 YouTuber の中でも 4K 納豆ご飯をただ食べるだけっていう。これ 4K で脳編集って僕ぐらいですからね。いただきます。うめえ、うめえ、うまいっす。この納豆ご飯マジうめえな。まあこれ2杯目ですけどね、さっき試食したんだよ。まああのあとですね、ごぼうもう一個足しちゃいました。もう、うん、ぶち込んだ。あー、うまい。いや、これで超健康的じゃないですか。マジこれ死ぬ気しねえな。なんかこれ食べて死ぬ気がしないですね。やっぱ納豆パワーってやばいですよね。いや、ミノモンタが多分納豆すげえぞって言ったら納豆前めちゃめちゃ売れたような気がするんですよね。だから結局誰が言うかですよね。ミノモンタが納豆すげえぞって言ったら売り切れになっちゃうからね。
誰が納豆を考えたんでしょうね。だってネバネバで腐、まあ、ぶっちゃけ腐らしてるわけじゃないですか。この納豆菌みたいなね、まあ納豆臭いっていう人もいるけど、本当になんかあの食品が腐った匂いじゃないじゃないですか。まあまあ、独特の匂いはありますけど、いやこれはやっぱうまいですよね。すいません、あのちょっとまさかの納豆おかわりいいですか。納豆、まさかの納豆おかわり出ますよこれ。うますぎて、ちょっとご飯多かったんで。何分だ、11分まだいける。いやこれも食ったらちょっと仮眠します。僕これ食べたら仮眠しよう。結構ちょっともう頑張ってますね僕。もう多分ね動画撮りまくってますね本当に。まあ精神と時の部屋ですから。人生においてもうこんな動画撮れなくなるんですよ僕たちっていうのは。まあ別にやんなくてもいいと思いますけど、まあそもそも死ぬわけじゃないですか。でもね、生きた証を100万本残した男って多分あんまり世の中にいないと思うんで、まあ生きる伝説ですね。生きた、死んだ後も伝説みたいな。死んだ後バズるんじゃないかなみたいな。死んだ後100万人登録みたいなね。死んでからバズるみたいな。 YouTube で世界一アップロードした男、挑戦した男みたいな。死んだ後バズるみたいな。いやもうちょっと最初にバズってほしいなみたいな。まあ僕はあの今飯食えればいいんで、とりあえずは自由にやって、自由にやって、自由なことできて飯食えれば、まあそれでいいわけですよ。まあお金大事ですけど、お金は大事なんだけど、あこれちょっとまた違う話しようかな。なんかね僕ね昔あのボスっていう人がいたんですよ。ボスっていう、でその年商150億ぐらい稼いだ、うん、昔経験がある人で、まあ明らかにあの見た目ヤクザなんですね。明らかに見た目ヤクザです。どう見てもヤクザですよ。でボスって言われてたんですけど、そのボスから僕が学んだことがあって、そのね、年商150億を一回作った人、ボスからね、学んだことがあって、一回そのボスの家に泊まりに行ったことがあるんですよ。めっちゃ緊張しましたけど、めっちゃこんなガタイ良くて、まあ、スキンヘッドでガタイ良くて、もうサングラスかけたらもう絶対嫌、なんかもう絶対怖いみたいな、近寄りたくないみたいな、筋肉もね、やたらマッチョだし、とりあえず怖いですよ。だけどなんかその外見と違って、まあ、優しいんですけど、まあそのボスの家に泊まったことがあるんですけど、よしじゃあ飯食いに行こうと、飯買いに行くぞ、おい飯を買いに行ったわけですよ。もう好きなの選べみたいな。でまあ好きな弁当かなんか買ったんですよね。ボスはね、カップラーメンを買ってたんですよ。
で、弁当買って食ってたんですけど、いいか、よく来てと。俺はな、今な、このカップラーメンをな、自ら選んで食べてるね。食べたいと思ったから食べたんねと。いいか、周りはね、世間ではね、カップラーメンはね、体に良くないって言うけど、俺は好きで食べとんねんと。いいか、ここが大事やねんと。多くの人はひもじい思いでカップラーメンを食べると。お金がなくてカップラーメン食べるとかね。俺は好きで食べてんねんと。ここが大事やねんと。別にカップラーメン以外も選択できる。だけど好きだから選択してると。俺の意思でカップラーメン食ってんのと。こうなれば金持ちになれるぞみたいな。まあそんなことをね、語りながらね、あのカップラーメンをすすってね、ババアが弁当を食ってたんです。いや、僕もね、外食行けないことはないですよ。外食という選択はありますよ、もちろん。で、外食した方が高いに決まってんじゃないですか。で、うん、でもその外食ね、じゃあ1外食10万とかはいかないですけど、定食屋行けばね、まあ1000円以内とか1000円ぐらいじゃないですか。行けますよ、1000円あるじゃないですか。でもなぜこれを選択してるのか。動画撮れるしね、うまいし。僕が好きで選んでるんで。僕もね、あの動画回してないですけど、本当にめんどくさい時は飯食いに行ってますからね。本当にめんどくさい時は飯食いに行ってるからね。やっぱ自分で全部を選択できるようになると本当にいいっすね。全ては自分で選択するっていうことが結構大事だと思いますね。まあそれが本当の人生かなと。人にやれとか言われたからやるとかじゃなくて、なんか自分が納豆食べたいから食べとんねんと。ね、この納豆を食べる動画をアップロードするやつは俺しかいないと思ってるから、俺がアップしないとね、これは届けられないと思ってるわけですよ。しかも 4K で多分ね、ノー編集でこれはね、多分ね、いないっすよ多分。今いろんな YouTuber がいますけど、 4K でこれはない、多分。うん、4K でこれはないっすね多分。そもそも 4K アップロードする人って、見たくれ気にするじゃないですかね。見たくれを気にしてるから 4K なわけじゃないですか。これ新しいジャンルなんじゃないかな。4K でただ食べるだけっていう、これはないっすね多分、おそらく。うまい、おります。